はい、じゃあ今回はですね、この問題を1分で解いてみたいと思います。ちょっとね、ネットに転がってた問題なんですけども、連続しない3個の数を選びますよってことなんだけど、このね、連続しないっていうのを見たらね、間に差し込むっていうのをね、想像してほしいんです。で、今回は3個の数字を連続させたくないよってことなんで、まず、丸を N-3 個をこうやって並べます。で、前後間に何個あるかなっていうと、これ N-2 箇所あるので、そこに3個の数字を決めるべくこうやって入れます。で、並べた状況で、左から順番に、1、2、3、4、5、6っていうふうに決めていくと、自動的に隣り合わないような3個の数字が選べます。なので、N-2、4、3通りというもので、計算すると、6分の N-2、N-3、N-4 通りとなります。ね、隣り合わせないようにしたければ、間に入れようね。Yeah.